はい、皆さん明けましておめでとうございます。新年一発目の動画はやはりこの模式用ということになりましたね。もしも清宮がファイターズの4番を新人から務め続けたらどうなってしまうのか、シリーズのね5年目に差し掛かりました。もう大概やることはほぼ終わってるよ、このゲームは。あとは清宮の成績がどこまでっていうところなんですけどね。実際問題、2021年シーズン清宮は一度も、現実ね、リアルな話では清宮は一度もスタメンに上がることなく終わってしまったシーズンにはなってしまったんですけれども、さあこの2022年はどうなるのかね。監督が新庄に代わって果たしてどうなるのかという、そういう清宮にとってはね勝負の一年になりますけども、うん、なりますけども、アザラシも勝負の一年でございます。2022年はね、もう怖いよ、もう何もかも怖いよ。誰だこいつは、藤井か。絶対サボるじゃん藤井なんて、絶対サボるじゃん。呼びかせよ絶対サボるよ。あ、もう2月になっちゃったこれだから焼きつくわ、これだから。ということで、まあ、キャンプのところまで含めてのね、でいいのかな。どう行くかな、アフリカ行く、肉体強化、アフリカに行こう。脳筋軍団だから、うちは。今年のハムはどうなんだろうね。どうなるんだろうね。まあな、これ1月2月合併号ということになるのか。きついな。何がきついって。2月とか絶対面白い時期だから。新庄、アフリカでいい。もうみんなアフリカでいい。アフリカトレーニング、アフリカトレーニングちょっとね、確か走力とか伸びるんだったら気がするけどね。あ、オバンドだけはもう体力という時ではない。あとはもうコーチ特殊練習させておこうかな。アフリカ特殊練習かな。石本、まあアフリカ特殊練習かな。この辺50歩100歩だな。50歩100歩だし、なんなら島田の方があれなんだ、島田の方が高打力あるんだ。清宮な、まあ、アフリカ特殊練習でいいかな。アフリカ。守備の方がいい気がするな。まあ、でもまあ若いからまだ。長打が欲しい。アフリカ、まあ、結局全部アフリカにするんですけどね。アフリカ練習するんですけどね。ここがちょっと悩むところだね。キャッチャーもまあアフリカ練習とか用の場合ではないか。特にもう野口はね、もうこれ以上成長があまり見込めないので、こうなる。相川まだやれるから、ここら辺もまだ勢いのあるアフリカ特殊練習、サバンナ探検をやっていただこう。で、投手陣な、投手陣どうしよっかな、どうしよっかな。もう関根なんて限界だよな。関根はマジでもう限界。まあ
こうやって変化球鍛えられるのが、全部の変化球鍛えられるのが、まあ、このキャンプ練習、キャンプのこの、海外キャンプの時だけだからね。海外キャンプと言わなくて、キャンプか。キャンプの時だけだから、まあ、どうあってもとりあえずこれを鍛える、この、ピッチャー陣のこのね、練習で全部変化球にしたくなっちゃうんだけど。あれ？ミラバルは？あれ？あ、いるわ。ミラバルは今まで通りいるわ。153キロ。ミラバルに関してはもう変化球いらないので。ひたすら速球を磨いてほしい。変化球いらないからね。この辺の選手はまあやっぱり変化球を上げてほしいなってなるよね。翔太はないな。翔太は違うな。翔太だけ違うな。ここだけ、ここだけアイアン投球しとこう。もう変化球はそんなに翔太には求めない。ションベンカーブとチェンジアップで抑えきるピッチャーですね。決裁。ここがな。アイアン投球だね。向かないからね。サバンナはわからない。サバンナがわからない。制球と球威か。そう言われると制球と球威がいい気がしてくるな。サバンナさせていくか。制球と球威か。制球と球威か。こいつの制球と球威ならサバンナでいい気がするな。なんか騙されてる気がするな。制球と球威かな。こいつも制球がないから。あ、でも、いや、変化球がな。投げて打たれる変化球を持ってる以上、ここはアイアン投球ですね。バンドがね。よし、これでいこう。はい。誰も怪我してない。素晴らしい。まあまあ、こんな感じになるかな。うわ。福盛すげえ。おー、金村すごいな。すごいな、フォークが下につきそうな勢いだもんな。ミラバル100。いや、球速上がってないか、ミラバル。アイアン投球はこれだよね。体力と制球だよね。あ、なるほど、サバンナは本当に制球鍛えてくれるんだね。悪くないね。藤本の請求をシーンしたかったけど、それは叶わず。万堂の球威も上がらず。一応、こうやって見ていくけどね。サバンナしたことによって、体力と長打と肩が伸びている。これはまずいことになったな。肩。例えば清宮に肩はいらないしな。まあええか。副作用的に赤田の長打が C になっているし、小笠原の長打も A になっているし、田中健介これでいいかな。もっと高打欲しいけど、田中健介。いや、伸びが素晴らしいな。もう長打 C の選手が多くなってきてるし。まだ新庄やれるな、これならな。これならやれる。
坪井がいいな。坪井がいい。今年坪井この年5年目には3割5分ぐらい打つんじゃないかな。これぐらい長打が上がってくると。まあまだ平下が、平下もいいですね。まあ外野の一角はもう平下で十分だね。片 A まで来たんで、まああとは守備がもう少し欲しいな。人形貸し8億、やっぱりな。まあ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 、もう3月だ、もう3月だ。じゃあここまでかな。1月号は、1月2月が、まあ1月号かな。2月は2月の動画あげたいけどね。オープン戦始まったらってやつで、そっからを2月号としますかね。とりあえず1月号はこんなところって感じで、セーブして終わりにしよう。なんだっけ、ゴッドハンドって。あれか、あの、1位指名が重複したときに、ドラフトのね、1位指名が重複したときになんか、必ず引けるみたいなやつだったかな。よし。いや、よし。あとの設定はもう、2月のアザラシに任せよう。とりあえず2022年一発目の焼きつく動画はこんな感じです。もうきつく動画はこんな感じですね。まあまあ特にこう大きなこともなく淡々とね、お正月を過ごしていきましょう。今朝の7時半、前回の動画からため撮りしてるから目覚ましになっちゃった。ほな。